はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。今日はみけこたん特集でございますね。はい、みきちゃん特集でございます。パナタンはあ、例のカゴ、カゴの中でまったりしてます。はい、お隣の部屋のね、カゴの中でまったりしております。えー、暑い部屋なんでこっちに出てきてほしいんですけど、はい、え、出てこないんで。<laughs> まあ、本当あのー、 もうそろそろよ、呼びに行かないとダメですね。夕方なんでね。えー、皆さんどうも、こんにちは。なんとも言えないニュースが入ってきました。えー、これね、26日の記事なんで、で、えー、まあ、と、まあ、なんて、10日後ぐらいに、まあ、発生するんですね、地球で。はい。 10日後ぐらいに地球で発生するんで、今月の6日ぐらいですね。今月の6日ぐらい。はい。が要注意でございます。大変なことが太陽で起こっております。太陽でね。はい。大変なことが太陽で起きてるんですよ。何が起きているかというと、超巨大太陽フレアが発生しました。はい。X14 でございます。 X14 のフレアです。とんでもない大きさです。まあ、この前ね、X の、まあ、5ぐらいのですね、クラスのが来たときに、やっぱりいろいろ通信障害とか、停電とかいろいろ起きてますよね。えー、今度は X14 なので、まあ、 ちょっとまずいことになるかもしれません。はい。まあ、あの、変な話なんですけど、まあ、この時期なんでね、この夏の時期なんで、地面がグラグラっていうのは、まあ、ないとは思います。はい。地面がぐらぐらは夏には起きにくいです。あまり夏に起きたというね、大きな地面がぐらぐらですね。大きな地面がぐらぐらっていうのが、夏に起きたっていう記録があんまりないんですよ。 で、ほぼほぼ秋から冬にかけて、これが起きてるんで、まあ,あ、このね、地面がグラグラっていうのは、まあ、どうなんだろうと思ってます。警戒、とりあえず警戒はした方がいいと思いますけど、あまりね、あの、秋ではないんでね、まだね。はい。まだ秋ではないんで、秋から冬にかけてです。 起こるのが秋冬まあ春の初めですよねそのぐらいにまあ地面が大きな地面がグラグラが起きますこれわかりますよねあののともそうですもんね冬ですもんね起きたのがねなんで夏にはあまり起きないんで大丈夫かなとは思うんですけど一応警戒はされてくださいちょっとね、えー、どうかなって思うのがお山田さんですね小山田さん これはちょっとわからなくなってきましたね。これだけ大きな太陽フレアなんで、結構太陽フレアに連動してね、大きな火の山がね、ボコーンって吹いてるんですよ。あの、アイスランドとか。はい、えー。結構連動してます。なんで、まあ、かあの火の山付近にお住まいの方、特に活火山ですね。にお住まいの方はちょっと警戒した方がよろしいです。はい。 多少警戒した方がいいです。ま、あでもね、あの、兆候があれば、兆候があればね、入山規制とかすると思うんで、はい。兆候があれば、入山規制はすると思います。カ火山の場合ね。はい。カ火山の場合、兆候があった場合は、入山規制するので、まあ、入山規制が始まったらね、えー、ちょっと避難の準備みたいなのは、あしといた方がいいかもしれません。はい。 これわかると思います。入山規制、はい、あの、入ったら、えー、まあ今、夏休みにね、入るちょび、ちょっと前なんで、どうかわかんないんですけど、とりあえずね、学校休みになります。はい。入山規制が始まったら。なんで、こういうものを合図だと思って、まあ、あ準備しといた方がいいです。これ具体的に言ってます。今かなりね。はい。 えー、なんで、えー、まあ、とりあえず、気をつけないといけないのがこちらですね。はい。お山田さんでございます。まあ、地面がグラグラはね、どうかわかんないです。本当に、あの、夏なんでね、今ね。夏の時期は、本当起こりにくいです。まあ、例外的に起こることもあるんですけど、まあ、稀、れです。なんで、えー、まあ、とりあえずはね、 とりあえずは、あ遠出するときにはね、えー、お菓子一袋は必ず持って出かけてください。まあ大きな地面がグラグラになると停電になるんで電車とかねストップするんでね。えー、まあその間に食べるもの。その間にお腹が空いたって言ってコンビニ寄ろうって言っても停電なんでコンビニで買えません。はい。で、自動販売機も電気で動いてるので買えません。はい。 なんで、こういう事態が起きてしまった時はね、えー、もう自分で持ってるもので何とかするしかないんで、えー、まあ、とりあえず持って出てください。6日前後ですね、8月の。今月の6日前後から、この巨大な X14 の太陽フレアが地上に届くと言われております。今はね、今はまだ発生してるんですけど、地球の裏側にあります。 で、これがだんだん表に向いてきて、地球と、地球と面と向かうのがそのぐらいなんですよ。10日後ぐ,ぐらいなんです。なんで、これほんと注意した方がいいですね。8月の6日ぐらいから。はい。注意した方がよろしいです。あと何を注意した方がいいか。現金持っといた方がいいですね。現金を持っといてください。えー、まあ、幾分でいいんで。 えー、現金持っといてください。どうしてかというと、太陽フレアが発生すると、大体いいシステム障害とか、なんていうのかな、通信障害ですね。これが非常に起こりやすくなります。はい。なんで、電子マネーがね、通信障害で使えないっていうことが発生する可能性がございます。はい。わかりますよね。 はい。通信障害やらシステム障害やらね。そういったものが起こるんですよ。巨大太陽フレアで。あの、磁気嵐なんで、太陽フレアって、磁気の嵐なんですよ。なんで、これが乱しちゃうわけですね。いろんなこの電波系のものとかそういうものをね。乱すんですよ。で、えー、結果的に通信障害が起きてくるんです。 あゴロゴロ言ってますね。なんでね、あのー、幾分かでいいんで、まあ、こういうふうにね、デジタル決済が使えなくなった場合に備えてね、現金用意しておいてください。巨大な太陽フレアです。これかなり。えー、X14 って今までで最高なんじゃないかな。あんまり効かないです。X10 以上の太陽フレアは。 えー、今までせいぜい8とかでしたよね。大きくて。なんで、えー、これ通信障害起こ,る起こるんじゃないかなと思ってます。はい。そんな時にね、あのー、なんていうのかな、そういった通信障害で、えー、電子マネーが使えないみたいなことが、まあ、今までも起きてきたんで、今までもあったんですよ、これ。 なんでね、えー、まあ、現金をいくらか準備しておいた方がよろしいです。そうじゃないと、えーま、い参ったな、何にも買えない、えー。外食、まあ、食事中ですね、レストランでお金が払えないという事態になってき,きて、ね、そういう事態にも陥る可能性なきにしもあらずです。 現金は十分準備しておいた方がよろしいかと思います。あとは、あまあ、病院行ってる人ですよね。あの、マイナーな保険証とか使っちゃってる人は、これもね、まあ、デジタル機器なんでね、通信障害起こる可能性があるんですよ。まあ、本当にね、これを考えると、バカだなと思います。あの、日本の政府はね。 だって使えないんですから、こういった通信障害とかね、えー、大きな太陽フレアが来て、えー、ネットがね、遮断されちゃったとかね、えー、あるんですから、はい、えー。何を考えているのかと思いますよね、本当に。はい。やっぱりね、紙の保険証が一番です、こういう時は。まあ、そういうことなんで、 まあいろんなことをですね。まあいろいろ停電も起きるかもしれません。まあ起きてほしくないですよ、停電は。暑いんで。<laughs> 暑いんで起きてほしくないですね。でもまあ電磁波の嵐なんで、電磁波の嵐なんでね、結局。なんで起きる可能性もあるんですよね、電気関係は。なんでね、まあ停電にも一応備えておいた方が、 まあ、よろしいですよね。まあ、起きて欲しくないです、本当に。暑いんでね。今、停電起きたら、まあ、大変なことになるでしょう、この暑さで。もう、冷房を入れてても暑いんで、はい、冷房を入れてても暑いと思うんでね。えー、なんでね、あのー、これは本当考えないといけないんじゃないかなと思ってます、このデジタルなシステムはね。はい。 まあ、おかしいですよ。いろんなことがね。えー、まあ、まあね。お分かりになりますよね。この辺は。あまあ、準備はいろいろしといた方がいいです。ポタデンある方はね。えー、まあ、なんて言うのかな。まあ、こういった停電が起きた場合ですね、えー。そんな巨大な太陽フレア、まあ、X のね、 20とか30とかではないんで、電子製品がダメになるっていうことは多分ないと思いますけど、はい。多分それはないんじゃないかなと思います。14ぐらいではね。えー、なので、まあ、ポタデン持ってる方はですね、えー、ポタデンを充電しといてください。まあ、太陽光でもいいですし、えー、まあ、 ね、自宅の電源からでもいいですので、ポタ電のね、充電。これを済ませておいてください。何らかの時にね、役に立ちますので。まあ、他にもね、ポタ電は、あの、変な話ですけど、えー、キャンプとかにも持ってけるんですよね。はい。<laughs> まあね、簡単なことを言っちゃうと、キャンプとかにも、アウトドアにも持ってけるんでね。えー、まあ、そういう感じで、まあ、準備必要です。 今回のは、ちょっと規模が大きすぎです。はい。ちょっとどうなるか分かんないんでね。えー、まあ、お山田さんはどうか分かんないです、本当に。ここら辺はね、もう本当、あのー、十分注意した方がよろしいと思います。まあ、目安はー入山規制ですね。これが始まったら、もう、さっさとね、えー、避難の準備しといた方がよろしいですね。 あとはあ、まあ、身近なところで言うとシステム障害。これ起きまくるんじゃないかなと思います。14って言うとね、6日ぐらいからですからね、バンバンと地球に届いてきます。まだちょっと時間があるんでね、準備できると思います。はい。えー、ここら辺です。なんで銀行入れ、銀行とかね、行って、ATM とか行ってね、 えー、あらかじめ何かあった場合のね、はい、通信障害で、いわゆるデジタルマネーが使えなくなってしまった場合、ありますよね、いろんなものが。そういった場合を想定してね、えー、現金も多少の準備をしといてください。はい。これ重要です。出ない、もう買い物できなくなるんでね、えー、その前に、 まあ、大きなスーパーのレジなんかのシステム障害も出るんじゃないかな。なんかそういう感じがしてきました。はい。なんで、まあこういう場合はね、あの、商店街があるんだったら商店街の街の小売店でね、あの、レジもこう、金額打ち込んでチーンってするやつですね。あれを使ってるようなところで買い物するのが一番でございます。はい。なんも関係ありませんからね。 はい。何も関係ありませんから。はい。やっぱりね、変な話ですけど、いざというときはアナログが頼りになりますよということでございます。はい、えー。皆さん心してかかりましょう。とりあえずこちらの記事ですね。えー、まあ、貼っておきます。どっかにね。はい。 よろしくお願いします、えー。6日前後になると思います。6日後ですね。6日以後ですね。はい。えー、地球の方に、えー、この X14 というね、巨大フレアがあ顔を向けてくるということです。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでございました。